めぐるくん、しのぶさん、ちょっと。どこに行くの？まだ事情聴取も終わってないし、警察の人に怒られちゃうよ。別にどこにも行かないわよ。そんなことより、私決めたの。決めたって何を？シルバーを殺した犯人をこの手で捕まえてみせるわ。立花さん、だって悔しいじゃない。私たち彼と一緒にいたのよ。なのに助けられなかった。やろう、立花さん。よく言ったわ。それでこそ私のパートナーよ。そりゃ警察に任せた方がいいのかもしれないけど、僕たちじゃないとわからないこともきっとあるよね。そうね。私の前でこんな犯罪を起こしたこと、犯人に後悔させてやるわ。よし。こちらにいらっしゃいましたか。美和子さん、美和子さんがどうしてここに？受け付けた警官から名前を聞いて、もしやと思いお探ししてたんです。今回は大変でしたね。いろいろ知りたいことがあったのよ。あまり事件のことについて私からは詳しくお話しできないのですが。そんなこと言わないで、ちょっとだけでいいからね。美和子様がそうおっしゃるなら。死因は何ですか？かなり硬さのあるもので、後頭部を殴打された形跡がありました。凶器は何だったんですか？やっぱり現場に落ちていた斧やハンマーなんかが凶器として使われたんでしょうか？確かに現場には幽霊屋敷のセットの一部と思われるプラスチック製の斧やハンマーなどが落ちていました。プラスチック製とはいえかなりの重さがあるため、十分凶器となりうるでしょう。ですが私たちが調べた結果、凶器となったのは現場付近に落ちていた石だと判明しました。石？ええ、石に被害者の毛髪が付着していることから見て間違いないと思われます。そうですか。しかもよほど恨みがあったのか、繰り返し殴打されたようです。彼はいつ頃殺されたんですか？発見された時点で死後 1,2 時間程度経過した状態でしたから、おそらく午後1時前後でしょう。ねえねえ美和子さん、何か遺品みたいなものはなかったの？カバンや時計、携帯などの日常品がほとんどで、あ、でも変なカードを持っていましたね。それ、特撮系の女の子が写ってるものじゃないですか？多
分そうだと思います。私ああいうものに詳しくないのですが、確かに仮面をかぶった女の子でした。それ以外にはないんですか？何かメモが残っていたりとか。いえ、その他には特に。そうですか。ああ、そういえば直人さん、残念ながら今日はここへ来られなかったんですよ。それはもう、さっきもお話ししたばっかりで。あの、美和子さん、本当だったらこちらにいらしてるはずだったんですよね。なんてことなんでしょう。いえ、これも神様が与えた試練。私、耐えます。ええ、耐えてみせますとも。あの、美和子さん。え、あ、失礼しました。取り乱したところをお見せしてしまって。やっぱり警察は残りの4人を疑っているんですか？いえ、そういうわけではありません。何らかのトラブルに巻き込まれた可能性もありますし。でも一人で迷路になんて入るかしら。あの、ちょっとお聞きしたいことがあるのですが、お気を悪くなさらないでくださいね。私たちのアリバイですか？形式的なことで、決して美和子様たちを疑っているわけではありませんので。私はちゃんとアリバイがあるわよ。ねえ、めぐるくん。うん、僕も一緒にいたから。シューマイドッグを買おうと僕が列に並んで。その間、美和子さんはどこにいたの？え、確かアイスを買いに。そうよ、テッキー君アイスを買いに行ってたのよ。じゃあその間の美和子さんのアリバイは桃井君にも証明できないということになるわね。ちょっと何よ、人を犯人扱いするつもり？私はただ一つの可能性を言ったまでよ。そういうあなただってアリバイないんじゃないの？確かにないわ。お土産を買った証拠はあるけど、全てのアリバイを証明できるものではないし。ありがとうございました。あとは我々警察に任せて、美和子様たちは楽しんできてくださいませ。あ、さっき話した事件のこと絶対に内緒ですよ。さてと、それで犯人のことなんだけど。やっぱりあの4人の中の誰かに間違いないわ。そのようね。めぐるくんはどう思う？僕は…確かにあの4人は怪しいと思う。
全員の意見が一致したわね。それじゃあ他のメンバーにシュルバーが殺された時間帯のアリバイと動機について聞いてみましょう。さて、めぐるくん、まず誰から聞く？カイさん、ちょっといいかな？はい。もう平気？はい、なんとか。あのね、私たちシルバーを殺した犯人を探すことにしたの。え？このままじゃどうしても悔しくて。だから協力してほしいの。わかりました。シルバーを見つけた時のことを聞きたいんだけど。はい。あの時、ヤマトが上から突然落ちてきた生首の人形に驚いて、左の方にあったドアを開けて、そっちの方に逃げていったんです。私もそれを追いかけたら、またヤマトの悲鳴が聞こえて。ヤマトの指さす方に、彼が倒れていたんです。石で殴られた後から血が流れていて。そこに僕たちがやってきた。ありがとう。もういいわ。みたいだね。みやび、ちょっとこっちへ来てもらえるかな。あ、ああ。シルバーが死んだこと、やっぱりショックだった。ショックに決まってるだろう。会ったのは今日が初めてでも、3ヶ月ずっと一緒にやってきた仲間だからな。シルバーが誰かに恨まれていたとか、何か知ってることはない？そんなことを聞いてどうする？探偵ごっこでもするつもりなのか？探偵ごっこなんかじゃないわ。私は真剣にシルバーを殺した犯人を捕まえたいのよ。おお、そりゃご苦労なことで。ま、頑張れよ。ちょっと待ってよ。みやびだってシルバーを殺した犯人が誰なのか突き止めたいと思うだろ。シルバーを殺した犯人ね。普通に考えればこのメンバーの中にいると考えた方がいいだろうな。もちろん俺のことも疑っているんだろ。そうよ。橘さん。だからその疑いを晴らすためにも知っていることを話してほしいの。
ちょっと悪い。みやびは30分あった自由行動の時、どこで何をしてた？特に何をしてたってわけじゃないな。ただその辺を一人でブラブラしてた。コーヒーは飲みに行かなかったんだ。一人でコーヒーを飲むのもどこか気が引けてね。つまり、俺にはアリバイがないってことだな。みやびはシルバーが殺された理由に何か心当たりはある？メンバーの誰かに恨まれていたなんてことはまずないと思う。まあキャット以外の交友関係で何かあったとしても俺たちには知るすべがなかったけどな。シルバーはあの2枚のカードを持ったまま倒れてたんだけど、どういうことだと思う？さあな。普通に考えたらあのカードをシルバーに渡したザップが怪しいんじゃないか。ヤマトさん、ちょっといいかな？少しの時間だけでいいんだ。うん、いいよ。さっきはびっくりしたね。びっくりなんてもんじゃないわよ！まさか、あんな…声出して。あたしシルバーに会えて嬉しかった。みんなに会えて嬉しかったのに、誰がこんな。何か心当たりはない？シルバーが誰かに恨まれていたとか。そんなのないよ！みんな仲良かったし！誰かに間違われたとか、そうよ、きっとそうだよね！私たちは関係ないよね！そういう可能性もあるわ。だから、あなたの知っていることを話してほしいの。彼を発見した時のことを教えてほしいんだけど。あの時、私、上から急に落ちてきた生首に驚いて、どっちに逃げたかもよく覚えてないんだけど、とにかく別の場所に行きたくて、すぐそばにあったドアを開けたの。そしたら、最初見えなかったの。またエキストラか何かで突然立ち上がって驚かせるつもりなんじゃないかって思ってた。だけどよく見たら着ている服がシルバーとそっくりで。近づいたら本人だった。ヤマトさん、あのシルバーが手に持っていたカードについてはどう思う？わからないよ、そんなの。ザップにもらったカードってだけでしょ。
まさかザップが。ありがとう、もういいよ。次はザップから話を聞いてみようか。ザップ、悪いんだけど、ちょっといいかな。え、なんや。聞きたいことがあるんだ。あ、うん。僕に聞きたいことって一体何やろ。私たちシルバーを殺した犯人を捕まえようと思ってるの。勇ましくてええな。で、犯人は誰やと思ってんの。それがわからないから調査してるの。一応確認なんだけど、自由行動の時どこに行ってたのか聞いていい？僕は一人で写真を撮りに行っとったで。撮った写真も見せた方がええか？シルバーには何か殺されるような理由があったと思う？僕が知る限りではないな。軽い男やったけど悪いやつやなかった。そっか。それとね、あのカードのことなんだけど。みやこちゃんも僕を疑ってんのやな。シルバーがあれを手に持ってたことはきっと何か意味があると思うの。心当たりはない？僕は犯人が僕に罪をなすりつけるために逃げ出したんやと思う。そうすると犯人はあのカードが元はあなたのものだったことを知っていた人物ということになるわね。とにかく僕を疑うのは時間の無駄やで。もうええやろ。あ、うん、ありがとう。なんか決め手に欠けるわね。あら、まだいらしたんですか。皆さんからの聴取はさっきので済んでますから、ご自由になさって構いませんよ。いや、そのちょっと。あ、すいません、ちょっと失礼します。はいはい、了解しました。すみません、お待たせしました。なんだか忙しそうですね。どうして美和子さんがここまでやってきたんですか？さすが直人様のご親戚ですわね。実は。1ヶ月前に起きた公園での爆破事件、ご存知ですか？私はその事件を調査しているんですが、さまざまな情報からどうやら複数の人間による犯行ということが分かってきまして、
それもチャットで盛り上がって犯行に及んだとか。今聞いたことは忘れてくださいね。チャット？どうかしたんですか？宮子さん、彼らは…そうですか、ありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。はい、ナオト様にお会いしましたら私のことぜひお伝えくださいますね。なんだよ急に。めぐるくん、これはチャンスよ。私たちは警察の知らない情報を持ってるのよ。警察が事実に気づく前に私たちが犯人を見つけるのよ。さあ、早速犯人探しよ。でもどうするの？ほとんど手がかりないじゃない。それはめぐるくんに決めさせてあげるわ。え、僕に？早い話、何も思いつかないわけね。うっさいわね。ほら、いいから考えてよ。とりあえず作戦会議した方がいいんじゃない？何も考えないで動くよりさ。そうね、私も同感だわ。確かにそれもそうね。じゃあどこでする？あんまり人気がないところがいいんじゃない？やっぱり人気のないところ。人気のないところ、ひらめいた！あそこよ。わかったよ。なんとなく怪しいと思ったのよね、あの5人。やっぱりシルバーを殺したのは残り4人のうちの誰かなのかな。間違いないわ。私の推理によると犯人はザップかミヤビのどちらかね。ザップとミヤビか。どうしてそう思った？そんなの簡単よ。シルバーはヤマトさんと仲が良さそうだったでしょ。確かに、初めて会った時も二人はよく喋ってたしね。ザップかミヤビのどちらかが実はヤマトさんを好きだったのよ。嫉妬による犯行ってやつね。私の推理は違うわ。あのグループには何か隠し事があるような気がするの。きっとシルバーはそれを外部に漏らすと言い出したのよ。それで殺されたんだわ。隠し事か。あ、そういえばザップにみんなが集まるのは今回が初めてかって聞いたときに1ヶ月前にって何かを言いかけなかった？あ、
そうよ、きっと彼ら5人で何か人に言えないようなことをやったのよ。それで仲間割れしたんだわ。じゃあシルバーが手に持っていたカードの意味は？あのカード、ザップがシルバーに渡したんだったわよね。やっぱりザップに殺されたって意味なんじゃ。あら、あのカードのヒロインはあなたのそっくりさんだったわよね。そういう意味でシルバーが握っていたという可能性もあるわ。ちょっと待ってよ。それじゃあ私がシルバーを殺したっていうの？しのぶも立花さんも落ち着いて。私は可能性の一部を口にしただけよ。めぐるくんはどう思うのよ。もしかしたら2枚持っていたことに何か意味があるんじゃないかな。え？ 2 枚持ってたことに？ザップや立花さんのことを示すだけでいいなら1枚でいいはずだろ。シルバーはどうして2枚とも握ってたんだろう。シルバーは殴られて虫の息だったのよ。とっさにポケットから出したら2枚とも出てきただけじゃないのかしら。もう少しいろいろと考えてみる必要がありそうね。そうだ。なんだ？いや、何？猿？こら、なんてことすんのよ！返しなさい！バカね。ポテトチップくらいあげたっていいじゃない。そんなことより僕たちも追いかけないと見失っちゃうよ。